おはようございます。今、犬山遊園駅、午前3時です。気温は6度。ちょっと寒いですが、今日は犬猿を明るいうちに終わらせるために、ここへやってきました。ここからスタートです。ちょっと寒いです。この辺はまだ街灯があるからいいけど、山の中は怖いな。約3時間閉店の時間が続くと思いますけど、怖いな。映るかな。白息だけが白くて、あとは漆黒の闇ですわ。若干今までやってきました。当然のことながら誰もいませんが、ここからが本格的に東海自然歩道って感じになりますね。まずは津川山を目指して登っていきますよ。若光院の境内から夜景ですけど映んねえな。犬山市街地ですね。犬山城から 3.6 キロ、善寺の駅まで 4.3 キロ、行きます。素顔の三角点に着きました。星も見えますよ。綺麗ですね。ちょっと雲があるけど星も綺麗に見えてます。三角点展望です。はい。夜景は映んないかな。ああ、こういう感じで名古屋の方まで綺麗な夜景が広がってます。はい、進みます。なんかいつの間にか親切な案内ができてるな。これは分かりやすいかも。じゃあここ右行きます。じゃあ善寺野の集落まで降りてきましたよ。もうちょっとで駅ですけど、このまま東海自然歩道を線路渡って進んでいくようになります。ちょっと寒いな、やっぱ。今が4時半ちょっと前ぐらいですね。ちょっと暗いから進むのが遅いです。慎重に参りましょう。あれ、山池越えて今井の交差点まで来ましたよ。もうちょっと行かなきゃね。善寺の駅から 4.3 キロ、開拓パイロットまで 2.2 キロ、もう交差点です。イルカ駅ぐらいで明るくなるかな。進みます。だいぶ日が昇って、閉店がなくても進めるようになってきました。気温もちょっと上がって、やっと体が動くようになってきたかなっていうところですけど、いやー寒かったな、やっぱ。夜明け前が一番寒いね、やっぱ。赤くて大きなイルカ大橋が見えてきました。イルカ池がもやに煙って、すげえ幻想的だ。おー、これはいいね。穏やかで静かなイルカ池です。
発想のキャンプ場の方はちょっと色づき始めてきてますね。景色も楽しめるようになってきたけど、まだ寒いわ。手がかじかんで体も動けへん。ああ、何度ぐらいになるのかな今日は。まだ10度あるかないかぐらいだと思うんですけど、寒い。はい、発想のキャンプ場の管理棟のとこまで来ましたけど、やってんのかなこの時期でも。丸山橋 2.2 キロ、これを目指して参ります。発想の林道で20キロを超えました。まだまだ50キロぐらいあると思うんですけど、ぼちぼち行きましょう。疲れた。はい、丸山橋ですね。あーしんどいな、なんかこれはもうゴールできんな、はあ、どっかでやめよう。こっからちょっと登って、その後はまあダラダラ登りながらうつつ峠までまた林道を走っていく感じです。うつつ神社 6.9 キロ2時間15分と出てます。GoPro 落としてだいぶ戻ってきたよ。見つかってよかった。後ろの液晶画面割れちゃったけど、はあ、よかったよかった、はあ、どれぐらいかな、1キロ2キロぐらいかな、はあ、引き返してきたからまた遅れちゃうよ。まあ今日はこういう日だな、うん、のんびりこう、急いでもしょうがないや。今日はちゃんと体を動かしきること、これを目標にします。犬山市、小牧市、市佐街、中央自動車道まで来ました。北山橋だったっけな。これでもうちょっとでうつつ峠、うん、しんどい。はい、うつつ峠通過して、自然歩道の螺旋階段を上がります。 Go go! よし、テンション上げていこう。東海自然歩道春日井コース、上高寺方面入り口です。疲れた。距離的にはもうちょっと行ったら半分、やっぱ上高寺まで行かないか、道寿さんぐらいで半分かな。でも気持ち的にはもう岩屋道ぐらいまで行かないと半分行った気がしんわ。頑張ろう、前向きに前向きに、いつかは着くよ。まずは弥勒山へ登っております。珍しく人がいないな。ここまで来たら結構人が会うはずなのにな。
くさんへ階段登るよ。よし、さあそろそろかな。まだ海ロークDOZ 3つ行かなきゃいけないからね。もうこれ越えたらあとはなんとかなるやろ。ここが山や。頑張れ。ここまで来ると人いっぱいいるな。よし、着いた。危ない。またこけた。あ、人いっぱいいる。今日は急ぎます。はい、春日井三山二つ目。大谷さん到着。次、道津さん。さあ、三つ目の山へ登りますよ。この大宮さんの祠が見えたらもうちょっとですわ。はい、道津さん、429m。 春日井三山を抜けて日の上峠まで降りました。もう一山越えて徐行寺で一服しましょう。あー、疲れた。春日井三山よりこっちの方が何気にきついんだよね。登ってるよ。登ってる。いや、聞くね。いや、そして階段、こんなんやったっけ。いやー、聞くわ、ね、全然つけへんっていうね。終始後手に回ってんな。頑張ろう。全然つけへんぞ。こんな遠かったっけ。上皇寺遠いぞ。やっとちょっと下り始めたかも。いや、しんどいなこれ。今38キロ、距離的には半分ちょっと過ぎたかな。これ ITJ 無理だな。これ危険しようかな。にゃんこ園地まで来ました。もみじが綺麗ですね。これで上皇寺駅まで降りて、もう今日は気がなえたのでやめます。春日井コース上皇寺側の出口まで来ましたので、もうこっから帰るわ。結局夜明け前から日没までかかってしまうことになっちゃった。もうちょっと走って車まで戻るわ。いやー、何キロになるんだ全部で。70は超えるかな。とりあえずキロ数だけは確保できそうです。山に負けた。いよいよ暮れてきた。いやー、一日がっつり遊ばせてもらったわ。まだつかんけど。
まあ、楽しいな、楽しいぞ。5時20分月が出てきました。どっぷり暮れちゃったよ。69キロを超えました。69キロを超えて、まあ、キロ7分前後のゆっくりしたペースで走ってるんですけど、この疲れた後の脱力できてシンプルに走れてるこの感じを最初からつかめないかなっていつも思うんだけど、どっかにやっぱ力みがあるんだよね。でもこれ思い出せって言ったら無理だもんな。難しいわ。帰ってきた。やったー。これはこれで達成感があるな。まあ、タイムも標高もグダグダだけど、まあスタートから周回できたということで、犬山遊園駅に戻りましたと。真っ暗だ。でも朝3時よりはいろんな意味であったかい感じがするな。お疲れ様でした。